クメールルージュ。クメールルージュ。中国。後、公職公免は、かつて存在した、カンボジアの政治勢力、及び武装組織。民主カンプチアにおける、カンプチア共産党とサロットサル、ポルポトによる再体制を支え、民主カンプチア崩壊後は、カンプチア人民共和国やカンボジア王国への抵抗を行った勢力の総称として用いられる。クメールルージュ。 赤色のクメールという属称は、ロンノル政権前のノロドムシハヌーク時代、ハンサンクムの武闘左翼勢力を指してシハヌークがつけた古称である。その後、内戦時代を経て、カンプチア共産党をはじめとする諸政党を粛清したサロットサル・ポルポトが率いる政治勢力と同義語となった。他勢力との類似や混同、混乱を避けるために、ポルポト派とも呼ばれる。 1953年、ノロドムシュハヌーク国王の下で、カンボジアが独立すると、極左武装勢力クメール・ルージュは、反シハヌーク闘争を開始した。1960年代、ベトナム戦争により国内は不安定となったものの、シハヌーク政権時代には、爆撃、内戦は、局地的にとどまり、食料は輸出するほど豊富で大量の国内、避難民も発生していなかった。 この当時、クメールルージュはまだ弱小勢力だった。1967年4月、バタンバン州のサムロートで政府による余剰米強制的安値買い付けに反対する農民と地元政府の間で衝突が起こる。1965年頃からカンボジアの余剰米の少なくとも4分の1余りが北ベトナムとベトコンに買い上げられていたが政府の買い付けでは ベトナム人による買い付け値よりもお安かったのである。サムロート周辺の総統作戦は数ヶ月間続き、左右の衝突が増え、共産主義者への弾圧が強化される。1970年、アメリカに指示されたロンノルのクーデターで王政が廃位された直後、アメリカ軍と南ベトナム軍が、ホーチミンルートの南ベトナム解放民族戦線を追撃するため、 カンボジア領内に侵攻。さらにこれまで局地的であった米軍の空爆は人口密集地域を含むカンボジア全域に拡大され空爆開始からわずか1年半の間に200万人が国内難民化した。特に東部は人口が集中する都市部なども重点的に爆撃を受けた。この事態を受けてシハヌークは亡命先の中華人民共和国平均で カンプチア王国民族連合政府を結成、反米、反論のる諸派の共闘を呼びかける。1970年3月末には、コンポンチャムで、シュハヌークを支持する暴動が起きたが、武力鎮圧された。当時の州知事によればこの地域だけで2から3万人の農民が共産主義の影響を受けていた。その他、タケオスバイリエン、カンダルなど、諸州の州都で、 同様の放棄が起こるも、武力で鎮圧された。クメールルージュ勢力が伸長した背景には、シハヌークがロンノルにより追放された後、クメールルージュ側についたことで国王を慕う、農民層がクメールルージュを支持するようになったと、及びロンノル政権の腐敗に対する大衆の反発と、冷戦下における中国共産党による支援があった。 また当時、ウィリアム・ウェスト・モーランド将軍が率いるアメリカ軍は、第二次世界大戦で日本に投下した総量の3倍もの爆弾をカンボジアに投下し、数十万の農民が犠牲となった。これにより、農業インフラは徹底的に破壊され、カンボジアは食料輸出国から輸入国へ転落した。カンボジアの食料生産は1969年には、 工作面積249万ヘクタールを有し米23万トンを輸出していたが、1974年には工作面積5万ヘクタールに激減し28万2000トンの米を輸入し、米の値段は1971年10リアルから1975年340リアルにまで急騰した。1971年アメリカ会計監査員の 視察団は、カンボジアの深刻な食料不足を報告している。こうした状況の中、都市部は米国からの食料援助で食いつなぐことができたが、援助の行き渡らない、農村部では大規模な飢餓の危機が進行しつつあった。クメルルージュのイデオロギーは、ヨーロッパ撤退後の反植民地主義と、極端な毛沢東思想を組み合わせたものである。党の指導層は、 1950年代のフランスの大学への留学中にそうした思想に親しんだ。また、カンボジアの共産主義者の間にはベトナム人への長い復讐に対する反感があった。彼らは政権を握った時、カンボジアの社会にかつて思い描かれた原始共産性へ移行の強制を試みた。党中央がもう卓思想に染まっていく上では、 中国共産党の後世の訓当によるところが大きく、後世はポルポ島モタクトをもう卓東思想の最も忠実な実践者として称賛した。クメールルージュはカンボジアの国名をカンボジア王国から民主カンプチアに変更した。こうした中、農村での食料生産はすでに大打撃を受けており、1975年4月には USAID が カンボジアの食料危機回避には17.5万から25万トンの米が必要であると報告し、アメリカ国務省は共産カンボジアは今後外国からの食料援助が得られなくなるため10万人が飢餓にさらされることになるだろうと予測していた。こうした事態の中、クメールルージュは食料お増産を図るため、プノンペンなど大都市住民、資本家、技術者、知識人など知識階級から 一切の財産、身分を剥奪し、農村に強制移住させ、農業に従事させた。学校、病院及び工場も閉鎖し、銀行業務どころか貨兵そのものを廃止し、宗教を禁止し、一切の資材を没収した。さらに一切の近代科学を否定した。クメールルージュはこれを、階級が消滅した完全な共産主義社会の建設、と称した。移住させられた人々は、 集団農場で農業に従事させられる一方、知識人階級は反乱を起こす可能性があるとされ殺害された。親ベトナム派や反乱の可能性を疑われたクメールルージュ内の人間も殺された。革命が成功したことを知り、国の発展のためにと海外から帰国した留学生や資本家も殺された。音楽などの娯楽も否定され、 国民的歌手のローセレーソティやヨーラーラングラ音楽家もほとんどが殺された。子供は親から引き離して集団生活をさせ、幼いうちから農村や工場での労働や軍務を強いた。戦争で国内が疲弊し、海外からの食料援助が全て打ち切られた状態の中、クメールルージュはソ連やベトナムとも断交し、高度な専門知識、工業、貨幣制度をも否定した。 そして、原子共産性社会を理想とする極端な農業重視の政策を強行したが、非現実、非科学的な政策は、カンボジア全土に一層深刻な食糧危機をもたらした。さらに、伝統文化も否定した、クメールルージュは、伝統文化の継承者も多数殺害したばかりか、アンコール遺跡などの古代遺跡の破壊もいった。この政策は、強制労働及び基金を通じて、 カンボジア人の大量死に至った。クメールルージュ政権は、さらに、旧政権関係者、富裕層、各種専門家及び知識人への関係を持った者、及び親ベトム派の党員、ベトナム系住民を殺戮した。クメールルージュによって殺戮された人々の数が、様々な立場で検討されている。ヘンサムリン政権は330万人が死んだと、主張した。 CIA は5万から10万人がクメールルージュによって殺害されたと推測したが、これには飢餓による死者数を含まない。アメリカ国務省、アムネスティ・インターナショナル、イエール大学、カンボジア人大量虐殺プロジェクトの3社は、それぞれ120万人、140万人及び170万人と推計している。これらの機関は、内戦時代の爆撃や戦闘による、 死者数については数字を出ていない。フィンランド政府の調査団は、ポルッポと以前の死者、戦闘、爆撃によるを60万人、ポルッポと以後の死者を100万人としている。カンボジアでは1962年を最後に国勢調査が行われておらず、内戦時代には大量の死者及び国内難民が発生しており1975年までの正確な人口動態がつかめていないために、 こうした諸水系にも大きく開きが出ている。クメールルージュ支配下のカンボジアに残留した日本人女性は7名。そのうち5名は死亡、または行方不明。内藤康子、歌手の内藤康子とは無関係の別人。夫と2人の子は死亡と、細川美智子、夫は死亡。2人の子と共に日本への2名は生き残り、1979年に ベトナム経由で帰国。1978年5月には、ポルポトへの反乱が疑われた、東部軍管区のクメールルージュが、ポルポト配下の南西部のクメールルージュの攻撃を受け、東部地域の将兵が大量に処刑されるという事態が、来た5月決起。その結果ベトナム領には、東部地区から十数万人の避難民が流入した。数年間の国境紛争及び、 ベトナムへの大量の難民流入の結果、カンボジアとベトナムの関係は、戦争寸前まで悪化した。クメールルージュは、同年の4月に、ベトナムに侵入し、バーチューク村の住民のほとんどを虐殺していた、村民3157名のうち生き残った者は、わずか2名。同年の12月25日、ベトナム軍は10個師団もの兵力を国境に集め、 カンボジアからの避難民から組織されたカンプチア級国民族統一戦線を先頭にカンボジアに侵攻したカンボジアベトナム戦争の発生であるベトナム軍はカンボジアをクメールルージュのマシュから解放しようとしているナフンズを後方から支援しているだけという立場を取っておりベトナム正規軍はカンボジアにいないとこと言っていたが事実は異なっていた実際は 累計十五万を超える正規軍が派遣されており、ナフンズの構成員は二万人程度だった。三年前まで続いたベトナム戦争を戦い抜き、実戦経験は豊富な将兵にことか,かず、装備の点でも優れるベトナム軍は、粛清による混乱で脆弱となっていたクメールルージュの抵抗を難なく廃し、驚異的な進軍速度でカンボジア領内を進み、わずか半月でプノンペンを、 占領、1979年1月7日に、ポルポト政権を追放した。当時ベトナムに亡命した東部地区の軍民は、ベトナム軍による政権奪取後は、ヘンサムリン政権の中心的基盤を形成した。クメールルージは西へ退き、隊によって支援され、ルビーと材木の密輸による資金で、長年大国境付近の領域を支配し続けた。 1985年には、旧サムファンが公式に、クメールルージュのリーダーとして、ポルポトを継ぎだ。クメールルージュは、ベトナムとのゲリラ戦状態に至ると、タイやアメリカ、レーガン政権やイギリス、サッチャー政権から、資金援助を受けた。カンボジア西部に多く埋められている地雷は、この木にクメールルージュが埋めたものだと言われる。カンボジア侵攻に関してソ連は一貫して、 ベトナムを支持する一方、中国は一貫して、カンボジア、クメールルージュを支持していた。すなわち、クメールルージュとベトナムの対立は、中祖対立の代理戦争の様相を呈していたので、ある。反ベトナムで結束するアメリカやタイ、日本をはじめとする西側諸国は、クメールルージュ国連でのカンボジア代表権を支持、承認した。このため、クメールルージュによる、 大量虐殺などの暴挙は国際的非難を免れることとなった。中国はカンボジアを占領し、クメールルージュを追放したベトナムを激しく非難した。この対立は中越戦争で火を吹くことになるが、この時も実戦経験で勝るベトナム軍が中国軍に逃げようの待ている。クメールルージュはバタンバン州のパイリンなどを拠点とし、 タイの木人の元ルビーや木材を密貿易により売却し続け、1980年代を通じ、地域一体で資金に裏付けられた支配力は維持され、1991年、すべてのカンボジアの政治勢力は選挙と武装解除を行う条約に調印した。しかしクメールルージュは1993年の国連監視の総選挙にも参加せず、選挙結果を拒絶し、 戦闘を継続した。1996年にナンバー2のイエンサリを含む多料理脱があり、残された兵士は半数の約4000人だった。1997年の党派の争いは、クメールルージュ自身によるポルポトの監禁及び裁判に結びついた。ポルポトは裁判で終身刑を宣告され、翌1998年4月15日に死去した。 旧サムファンは1998年12月に投稿した。クメールルージュの残りのリーダーは1998年12月29日に1970年代の大量殺戮に対して謝罪した。1999年までに大半のメンバーは投稿あるいは拘束された。自国民大悪殺、人道に対する罪などで元指導者たちを裁く裁判。 クメール・ルージュ裁判は国際連合をはじめとする国際社会の働きかけがある一方で2006年7月3日に開始されるまで引き延ばされてきた。この間、ポルポトが1998年に多目元軍参謀長最高司令官が2006年に死亡するなどし、また存命中の指導者の高齢化も進みつつある。若いカンボジア人の多くは30年近く前に起きた。 暗黒の歴史には無知のままである。基礎、審理ともに、カンボジア人と外国人の司法官が共同で行うが、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷などとは違って、当事者による裁判官の指名を認めるなど、国際水準並みの国内法廷という独特の法廷に関する国際連合の関与は限定されている。二審制であり、最高刑は終身刑である。 日本は運営予算5600万ドルのうち2160万ドルを拠出している。訴追対象者は、ヌオンチア元人民代表議会議長や、イエンサリ元副首相ら子から10人の下最高幹部らが訴追される可能性が高いとされている。しかし、現政権はこれらの訴追対象者と、司法取引を行う4者を与えているなど、この訴追に、 消極的であることが批判を受けている。訴追対象者も自分は虐殺はしていないなどと共弁し、遺縁去りの妻の遺縁チリトに至っては検察官に暴言を吐くなど、自分の罪に対する反省の色が見られない。2010年7月26日、観客 US21 収容所元所長に対して1、審では禁錮35年。 休憩金庫40年判決を言い渡したが、2012年2月3日の上訴審判決で一審の金庫35年を破棄して、最高刑の終身刑言い渡した。政権内部の人間を死刑に処することは、ついにできなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。